稲の生育調査は県内35か所の水田で行われましたこのうち大崎市古川の笹西木の水田では県大崎農業改良普及センターの職員が生育状況を調べましたその結果、草丈は平年より4.6センチ短い24.9センチ1平方メートルあたりの茎の数は平年より13.6本少ない171.4本 葉の数は平年より0.5枚少ない6.4枚でした。今後もケースを促すために麻水管理を続けていただければと。調査の結果、生育は平年より23日程度遅れているということです。稲の生育調査は、次回は今月20日に行われます。